スキー場に来てる。スキー場でピクニック。本当はスキー場の駐車場でお茶でもしようと思って持ってきたんだけど、ここ天気もいいしいいなと思って、そしたら本人が駐車場からわざわざ取ってきてくれた。昨日買ったスーパーで買って食べて残りのマフィンと、あとこれ4つ入りに今2個余ってる。ポピーシードのデニッシュとリッツと中国の歌舞伎揚げ。よいしょ、まず飲み物入れないと。コーヒーをグラインドして持ってきた。いい天気なんだけど結構風が強いね今日は。ここまで。いいねいいね。なんか歌ってる人いるねみんな天気いいからお酒飲んだり気持ちいい感じでゆっくりリラックスしてる。みんなももうこれガラスだけどもいいやと思って持ってきた。まあ割れないだろうし、まあ割れたら割れたでまた買う。見えてない。見えてる。見えてない。カメラ見てるから見えてない。飛んでる。こっちに行かない。いただきます。まあ美味しい。なんかちょっと日陰になって涼しい。ポピーシードの詰まったパン、なんかじっくり見るとたまに気持ち悪くなるけど味は砂糖の味で食感が面白いって感じ。あ、半分ぐらい、うん、もうちょっと。ありがとう。やっぱもっとリッツ食べたい。なんか中途半端に食べるとお腹空いちゃうね。もうお腹空いた。すごくお腹空いた。これ食べて逆にお腹空いた。ありがとう。まあでも全部捨てて帰れるからよかったね。帰りは荷物が少ない。
もう今日はこのまま帰る。今3時半。ゴンドラめちゃ並んでる。こっち行っても滑って帰れるんだけど、もう今結構雪が溶けて状態が良くないからゴンドラが混んでる。こちらもゴンドラで帰る。ご飯食べる。結構青空だよね今日。青空なんだけど雲が結構大きくて、太陽があるところの下に結構大きい雲あって、なかなか日陰になったり日向になったり、日陰の時間が結構長かった。ただいま、これも昨日買ったクロワッサン、スーパーで買った4個入りのクロワッサン、これをフレンチトーストしようと思って、多分このまま食べても全然美味しいんだけど、この間ねネットでクロワッサンのフレンチトーストを見かけて、そうどんな感じなのか気になったからやってみようと思って、それもあの箱に使おうかなと思って。ここに？うん、卵2個ぐらい割って、でもこんなふわふわのパンをフレンチトーストにする必要ない気がするんだけどね、まあ、とりあえずやってみよう。食べるって答えたら、だからどうするのかなと思って、でもこれ食べる、あ、挟む、あ、挟む、え、でもフレンチ全部やってるのに挟まないの、食べないことと思った、うん、食べるって意味しかなかった、これの頭の中で、うん、意味わかる、意味わかる、意味はわかるじゃなくてわかるよ、うん、それでこれ別に何も、うん、私もネットで見たやつはこういうこんな卵たっぷりの卵焼きみたいなフレンチトーストはなかったけど、まあ、とりあえずできた。
サラダ、オレンジトースト、紅茶、スイカ、いただきます。あ、あとから